デルタデワタの中のフルーツ類です。いろいろあります。これはドラゴンフルーツといって、まことに不思議な味がします。いろんなものがあります。これは公定価格の安心して買えるデルタデワタのフルーツ類です。ココナッツも割って売っています。この中の白い実がとても美味しいのです。スイカはあまり甘くありません。パパイヤは1キロで3000ルピーだから30円ぐらい。でもこれはかなり大きいな。出ました、ドリアンです。ドリアンがとうとうデルタに出ました。今日は1月の5日です。ドリアンが出ました。ドリアンが、ドリアンの山です。でもドリアンの値段は35,200ルピア、1キログラム、1キロで35,200ルピー、まだ高いな。でもドリアンです。 To buy or not to buy, that is a question.